マリオ・ランザ、マリオ・ランザ、マリオ・ランザ、本名、アルフレード・アーノルド・ココッツァ、アルフレッド・アーノルド・ココゼ、1921年1月31日から1959年10月7日は、アメリカ合衆国の歌手、映画俳優。力強い独特なテノールの歌唱で、コンサート、ラジオ番組への出演等を通じ、時代の長寿となった。特に20世紀前半を代表する。 世界的な名歌手、エンリコ・カルーソーの生涯をドラマチックに描いた電気映画、過激王・カルーソーは、ランツァの人気を決定的なものとし、その後本格的なオペラ歌手を目指したが、体と精神をわい溶接した。父の影響で、幼少の頃から音楽に興味を持ち、歌唱やステージに興味を抱いていた。すでに1932年に舞台に出演し、1940年には、 プライベートレコーディングを行っている。クーセビツキーに押され、オペラへの出演を果たし、歌手への道を歩み始めたばかりの1943年に、招集されるものの、左目の視力が弱かったため戦場の第一線に呼ばれることはなく、疑問隊として、フランク・ジュッサーのバラエティ以ショーに、オンザ・ビームに加わった。この頃、すでに体重は118キログラムを超している。 1943年秋には若い兵士たちのやりとりを題材にして、米陸軍が資金調達と啓発広報、指揮公用を狙って制作したによるミュージカルのコーラス隊に加わる。同作品は同年11月にブロードウェイをはじめとする米各地で上演され、後に20世紀フォックスがジョージ・キューカーが監督を務めで映画化されている。なお、映画化の際にランツァは ノンクレジットで出演している。1945年に正式に除隊後、商業歌手として未熟だったランツァは、RCA レコードの専属歌手としてトレーニングを重ね、その後に長い付き合いとなった、コロムビアアーティストマネージメントのオペラツアー部門の監督であり指揮者であると出会う。1945年10月に CBS ラジオと契約し、グレート・モーメンツ・イン・ミュージックに出演。 この番組で、ランツァの全米における人気と知名度は、格好たるものとなった。ベニャミーノ・ノジーリが支持したエンリコ・ロサー・ティも、ジーリ以来34年間、私は、このような声を待っていた。と、ランツァを高く評価し、15ヶ月にわたる指導を施した。テノーレ・リリコスピントとしてのランツァはここで名実ともに、確立された。ランザがステージ歌手として、大きな成功を収めたのは、 RCA が商業的に格作し、1947年7月から全米の中小都市で巡業を行ったジョージ・ロンドンとのベルカント・トリオによる全米ツアーであり、公演は全米各地で大きな成功を収めている。また1947年8月28日に行われたハリウッドボールでのコンサートは大成功を収め、 映画スターとしてデビューするきっかけともなった。このようにエンターテイメント歌手としては、芝叩く間に頂点を極めたランツァだったが、本来目指していたはずの国際的な歌劇場へのオペラ歌手としてのメジャーデビューは、生涯叶なわなった。正式に歌劇場で主役級を演じたのは1948年にで、たった2回の蝶々夫人、ピンカー・アートン役だけだった。この公演に、 マスコミは高評価を与えたが、同劇場での翌年の契約にあった、椿姫へのアルフレード役での出演は、結局のところ1年のうちに習得することができず、自らキャンセルしている。1950年のシーズンにメトロポリタン歌劇場から出演依頼を受ける中、ミラノスカラザの音楽監督である名指揮者、 ビクトルデ・サバタは自らロサンジェルスにあるランツァの字を訪問し、1950年から51年シーズンのアンドレア・シェニエでのタイトルロールを打診してきているが、いずれも断っている。ランツァはこのオファーについて大変な名誉ではあるが、イタリアでデビューするのなら、最初からスカラザというのではなく、もっと小さな劇場で数々の役をこなし、自らを研算した上で、 大きな劇場で歌ってみたいと話している。この後、1950年代前半は映画やテレビラジオへの出演とレコード歌手としての日々が続き、オペラ歌手として出演を果たす機会がやってきたのは晩年、イタリアへの移住後であった。1958年にローマ歌劇場の支配人、エベン・ビターレは本格的なオペラへの出演を格索し、 1960年から61年シーズンにトスカのカバラドッシュ役で出演を依頼したが叶わぬ夢に終わっている。1958年イタリア移住後にも欧州でコンサートツアーを行いベルギー・オランダ・フランスを訪れたがおむね成功理に終了。1958年4月13日にドイツのキールで行われた演奏は事実上。 公の場における最後のリサイタルとなった。1947年8月28日に行われたハリウッドボールでのコンサートの成功において MGM の創業者であり当時ハリウッドの大物プロデューサーであったルイスビー・メイヤーがランツアの里氏を認め MGM のオーディションに招聘する。同年8月30日に行われたオーディションに合格し ランツァは6本の映画出演に関する報酬と、その歌唱力に対して、総額約30万ドルを得た。1949年に公開された、は、ランツァが、シンデレラボーイを演じる単位のない音楽劇だったが、MGM の宣伝力とランツァの人気に支えられ、成功を収め、第2作の、も続いて工業的に成功裏に終わった。劇中歌の、B.E.MyLove は、 現在でもランツァの代表的な曲として知られており、当時のシングル全米ミリオンセラーも記録している。ランツァの欧州と日本における知名度を確立したのは、1951年には制作されたエンリコ・カルーソーの電気映画、過激王・カルーソーである。実在のカルーソーの表電機からは、かなりフィクション化されているものの、 実際のランツサ像にも重ね移すことのできるシンプルなサクセスストーリーは幅広い層に好ましく受け止められた。ババロッティはこの映画との出会いが歌手を志す大きなきっかけになったと語っている。翌年のデモ劇中歌は最終的にミリオンセラーを記録し、イギリスではロイヤルコマンドパフォーマンスに招聘されるほどの評価を得たが、作品の内容は朝鮮戦争下の時世をやや、 打ち込んで企画構成されており、惰性的にランツァの歌唱力を引き出すためと契約履行のために制作された感が強い。そして、本作は MGM における事実上の最後の主演出演作となり、この後、メイヤーの失脚とともに、ランツァは MGM のスターとしての座を失うことになる。MGM は自作となる。 皇太子の初恋の制作に取り掛かり始め、録音を先行させたが、すでに体重の急激な変化による体調不良や精神的な不安定により、度重なるリハーサルへのキャンセルを繰り返したランツァの挙動によって、同作品の制作は一旦中止となる。MGM はランツァに対して損害金を求め、またその他のラジオ番組等への出演も差し押さえたため、ランツァは、 経済的にも精神的も窮地に立たされた。1953年には収録した歌唱部分の音声のみを利用し解決することで、双方は和義よりランツァは MGM から自由契約となった。なお、皇太子の初恋はイギリスのシェイクスピア俳優であるエドマンド・パードムの主演によって1954年に映画化され、 実際に歌唱部分へランツァの吹き替えを当てている。ワーナーブラザースは、ジェームズ・エム・ケイン原作のセレナーデの映画化をランツァに提案し、元々の同性愛者の苦悩を描いた原作のテイストにランツァは拒否感を示した。ワーナーブラザースは原作を大幅に書き換えることに、譲歩し、同作品は1956年に公開されたが、ストーリー自体が、 やはり、シンデレラボーイ的な要素を多分に含むメロドラマであり、ランサの歌唱力に頼り切っていた内容的に希薄な構成であったため、MGM 時代のような大きな反響を得ることはなかった。1958年、イタリアのティタヌスと MGM によるに出演するが、日本でも広く知られる、ポピュラーヒット曲となった劇中歌の アリベデル・チローマは以外には話題性も低かった。遺作となった映画作品は、で、ベルリンやザルツブルクの歌劇場で撮影された劇中劇の道化師やオテロのアリア歌唱部分が貴重な記録として残されている。なお、裁判連にカテリーナ・バレンテとの共演やロビンフットのミュージカル版への出演なども模索されていたが、いずれも正式な企画段階にまでも及んでいない。 没後50年を超える今でも、数多くの研究やアーカイブの発掘が進められ、また活発なファンクラブや関連サイトでの交流が行われていることから、アメリカ音楽界における存在の意味は大きい。また、三大テノール、パバロッティ・ドミンゴ・カレーラスがランツァの功績を称え、たびたびその胸をメディアに向け発言し、ランツァに対しての再評価がなされている。しかし、 生前から正当派手ノール歌手としてのランツァには厳しい評価が下されていたことも事実であり、1951年の8月6日号のタイム誌ではカバーを飾ったが、誌中の匿名記事は必ずしも好意的とは受け取りにくく、ランツァの歌唱スタイル上の欠陥を指摘し、このままではその美声も失うのではないかとの懸念や、オペラ歌手として要求される知性に欠けるのではないかと、 冷ややかに評している。同時代の共演者、リチャー・アルバネーゼは、ランツァは、素晴らしいリリコスピントの歌手であり、カルーソーに次ぐ、テノール歌手であり、ステファーノの上に位置すると語っている、きちんとしたコーチが必要であったことも指摘しており、同様のことは、ベルカントトリオを組んだジョージ・ロンドンからも指摘されている。日本では、過激王カルーソ以外の映画が今日にまで、 テレビ放送等を含めて正式に公開されることがなく、また LP レコードの時代からも国内版があまりリリースされなかったため、まさしく評価される機会がなかった。1952年、マネージャーを務めていたサムワイラーの横領と非計画的な投資による経済破綻を迎える中、米国 IRS から25万ドルを超える納税通告を受け、 経済的的に疲弊していた。加えてこの頃、映画出演におけるキャンセルに関しての医者料の請求等、経済的な苦難を迎えていた。また、1955年にこの問題を解決しつつ、あった頃にも、再び、ラスベガスのホテルでの出演キャンセルに伴う医者料を請求され、再び経済的な窮地に至っている。キャンセルに関しては、 いずれも健康の自己管理に関して怠惰だったことが災いしており、晩年にまで続く暴飲暴食による体調不良は最終的に彼を若くして死に追いやった要因でもある。1957年5月、マリオ・ランツァは祭祀と共にイタリアのローマへ移住する。映画に関しても工業的な成功を別にすればほぼ順調に進み、ヨーロッパでのコンサートツアーツアーは、 成功理人だ。しかし、かねて彼の健康上の問題はさらに悪化し、静脈炎、高血圧、痛風など様々な不調が彼を災難だ。移住後も食生活と飲酒の習慣を改善しなかったために、1959年4月には、軽度の心臓発作で入院、療養中の8月にも2度の肺炎を併発した。同年10月の日、 肺足戦症のためローマの病院で亡くなったが、アルコールと薬物への過度な依存と、当時流していた、トワイライトスリープという白母睡眠型のダイエットを強行していたこと等が影響していたと思われる。38歳ボーランツァの墓は、アメリカ、カリフォルニア州のカルバーシティにある、ホーリークロス墓地にある。イタリア系移民の家に、一人っ子として生まれた。 父のアントニオ・ココッツアーは1893年に、イタリア王国モリーゼ州、イゼルニア県、フィリニアの生まれ、12歳の時に、アメリカへ移民し、ビクター・トーキングマシン社に勤めた。母のマリア・ランツァは1903年生まれで南部の、アブルッツォ・シューペスカーラ・ケンティー、トッカダ・カサウル出身。6歳の時に、母と共に渡米した。二人は1920年に結婚。 しかし父は、第一次世界大戦に米兵として出征した際に、ミューズアルゴンの戦線で負傷し、帰国後に退役軍人としての給付金を受け取る、生活が続き、裕福とは言えない生活が続いた。父はオペラをこよなく愛しており、自宅で好きなオペラのレコードを聴くことを、心の拠りどころとしていたが、このことは、ランサの幼少時に大きく影響を与えている。母は当初は、 安定した生活を望み、一度はランツァをプレップスクールに送り弁護士としてのとを進むことをサトスが無理強いすることはなかった。なお、二人は創生したランツァ夫妻の死後、残された四人の子供たちを全員引き取り、アントニオは1970年に、マリアは1975年にカリフォルニアで息を引き取った。ステージネームは父と母の旧姓を取り入れ、 あるココツアーやフレット・ランツァ等を考えたが、最終的に母が歌手になりたかった思いを込めてからの、私が歌手になりたかった層を繋げてほしいとの申し出を受け、母の名前を男性賞で読み、マリオに、そして名字を母方の旧姓、ランツァに決め、マリオ・ランツァに決めた。ランツァは1945年に、戦友の妹、ベティ・ヒックス、本名。 エリザベス・ジャネット・ヒックスと入籍し4人の子供を儲けたが、その3人は若くして亡くなっている。また、ベティも、ランツァがイタリアで隠しした後失意のうちに、アメリカへ帰国。翌1960年に薬物とアルコール依存症で亡くなった。デーモンとマルクの2人は不動産を売却し、飲食業への事業展開を試みたが思うような、成功は収められなかった。 ランザは7本の映画に主役で出演し、他には歌唱部分のシンクロのみでの出演作が1本。また正式なデビュー前にノンクレジット出演している。MGM が創立五0周年を記念して1974年に制作したミュージカル作品のアンソロジー、ザッツエンターテインメントパートアイでは、のワンシーンからキャスリング・レイソンと BE ・マイ・ラブをデュエットするシーンと、 創立25周年の祝賀パーティーに参席したランツァの映像を見ることができる。スタジオ録音と放送用音源としての記録を合わせると1949年から亡くなるまで426曲の録音が残されており、近年は正規版の他にラジオショーのオンやチェック等を含む放送音源を心とした非正規の録音音源もリリースされている。ランツァ 学生王子のセレナードフニクリフニクラ、マリオランサ名召集、BMG ジャパン、RCA100 周年記念企画、RCA レッド、シールビンテージコレクションとして発売された。収録曲、演奏、1、12、還元楽団&、合唱団13、16、RCA ビクター還元楽団、式、コンスタンティン・カリニコス17、還元楽団、 式、コンスタンティン・カリニコス、編曲、1、4、5、8、12、エンニオ・モリコーネに、3、9、11、カルロ・サビーナ、録音、1、12、イコール1958年11月から12月、イタリア、13、15、イコール1950年5月15日、16、イコール1950年5月29日、17、イコール1954年、 マリオ、ランザエーティーヒズベスト、ザ・バガボンド・キング、フニクリ・フニクラ、マリオ・ランザベスト、BMG ・ジャパン、ハイブリッド・ド・バンで発売されたアルバム。RCA から、LP 時代に発売されていた、リビング・ステレオシリーズのイメージを復刻した。収録曲、演奏、マリオ・ランザ、テノール1、マイナス12、フランコ・フェラーラ式管弦楽団、合唱団、合唱式。 フランコ・ポテンツァ13、コンスタンティン・カリニコス式還元楽団、合唱団、合唱式、ラルフ・ハンター、編曲、1、4から8、12、13、2、5、6、8、11、12、エンミオ・モリコーネに、3、9から11、13、10、カルロ・サビーナ、録音、1958年11月から12月、1から12、 1959年7月13、イタリア。歌表の正規版以外に、1951年6月10日、同10月15日、そして1952年3月7日のラジオ、公開録音が完全に残されており、様々なレーベルから発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。